大行動ルール大学ボーフムは、ドイツのルトベストファーレン州ボーフムにある州立大学。1962年に発足し、西ドイツで第二次世界大戦の後最初の大学の発足であった。その上、ドイツのキャンパス大学の最初である。ルール工業地帯にあり、この地域に多い労働者階級の人々でも、高等教育に、 アクセスできるようにという政治的要請に応えて生まれた。大学現在教職員は6005人で、そのうち教授は436人である。現在の学生数は43,113人で、ノルドラインベストファーレン州の3番目に大きい大学である。総長は心理学者のアクセル・シェルメリヒである。学部は20部あり、学科は約80ある。 人文学や理学、工学の本科がある。日本に関する本科は、東アジア研究学部にに代わり、日本史学と日本語学が勉強でき、日本史学や日本語学を勉強するためには日本語を勉強しなければならない。東京大学との交換留学協定を一時結んでいたこともあり、ドイツにおける日本研究の中心的地位を確立した。 ルール大学の最近の研究における重点は工学系に置かれている。ありがとうございます。